こんにちは、村長スタジオです。今日はスタジオ1の公式で面白いマクロの記事が YouTube に上がっていましたので、そこを解説します。早く伝えたいので、今日も村長が生出演しております。今画面にありますように、一番上からギターとベースがありまして、そこからはドラムのトラックです。キックとスネアが2つ、そしてハイハットのオープンクローズ、そしてタムがあって、クラッシュとライドのシンバルがあるという、そういう構成です。まあギターとベースはちょっと横に置いて、これらを一元管理するためにバストラックを作りたい時は、このようにしてバスチャンネルというのを選択して作っていきますよね。これをより便利にしようというマクロを作ってみようという話です。もう一度戻します。マクロオーガナイザーを起動します。 Mac の方はもうちょっと左にあるわけですけれども、 Windows ユーザーはここでスタジオ1のところにマクロオーガナイザーというのがありますので、この画面を表示します。ここで新規を作ります。名前はバス&リネームとしておきます。こんな名前に作っておきます。そしてこちらの方でバスというのを検索します。日本語のものはこのようにしてカタカナで表示しますので、バスはカタカナで入力する方が出てきやすいです。そしてこのトラックのところに選択されているチャンネルのバスを追加というのがありますので、これを追加します。はい。そして次はチャンネル名を変更したいという流れです。ここでチャンネル名と入れます。そうするとチャンネル名を変更というのが出てきますので、これをダブルクリックします。するとこちらに入りました。これでうまくいきそうなんですけれども、トラックのバスを追加して、そしてチャンネルの名前を変更するという時に、マクロが動くスピードと、そして実際にそれらをプログラムで動いていくスピードが違うので、このままのマクロではうまく動作がしない。それを回避するのには、普通はプログラムの機能には何秒待つとかいうウェイトとかいうような、そういうコマンドがあるものですが、スタジオ1のコマンドにはウェイトコマンドというのはないんですね。それを回避するのはどうしたらいいか、これをヒントとしてお話しします。そこで右と打ちます。するとここにナビゲーションの右というのがありますね。これを選択します。そしてここでもう一度戻すために左と打ちます。そうするとここに左というのがありますので、これをまたダブルクリックして、このように右の構成をします。このコンソールの名前を変更というのを下に移動します。プログラムとしてはこの4ステップにするということです。このナビゲーション右左というのが、いわゆる時間を待つというウェイトにします。このプログラムだけではなくって、このようにウェイトをさせるためのアイデアを盛り込むというのが、今回の一つのキーワードになりますので、よーく覚えておいてください。これでマクロを作ります。そうするとバスをリネームというこれができました。これではちょっと探しにくい場合があるので、もう一度これを編集します。ここに星印をつけておきます。こうしておくことで自分が作ったマクロとを差別化できるので、このようにするのがとってもいいアイディアです。こうするとたくさんあるマクロの中でも星印がついているのは見分けやすいですので、こうやってスクロールをしていたりしても星印があればパッと目につくようになります。はい、こんな感じですね。そしてこうすれば次はショートカットを作ります。またスタジオ1のメニューからキーボードショートカットを選択します。このようにしまして、ここで一応マクロと検索します。そうするとこのマクロの中に自分の作ったマクロがあるはずです。この時に分かりやすいように先ほどは星印をつけたということになります。はい、このようにありましたね。これにショートカットキーを割り当てたいと思います。ショートカットキーが空いてるかどうか、こんなにたくさんある中でとっても分かりにくいですよね。その時は増永さんという方が僕の要望も取り入れてくれて、もう世界一スタジオ1のキーボードショートカットを便利に使える、そんなアプリを開発してくれました。スタジオ1キーボードショートカットという名前でブックマークをしてあります。こういう感じですね。ここでバスですから、できたら B を使いたいわけです。ここで押しますと B 単体ではまだ使ってないよということで、すぐに空いていることがわかりますし、あとはコントロールシフト B なんかも空いています。ですから、一応ここで B に割り付けたいと思います。便利でしょ？皆さんもぜひとも僕の動画を見ていただいて、これを上手に使ってください。そうしましたら、ここでキーを入力というのを選択しまして、B のキーを入力します。半角モードにしておかないと反応はしませんよ。はい。こうしてエラーが下に出ていなかったら空いているという証拠です。アサインを押します。そうするとこのようにできました。OK を押します。そうしまして、まずドラムトラック全体のバスを作ります。ここからここまでがドラムですから、このように複数トラックを選択します。そして B のキーを押します。するとここでチャンネルを変更というのが出ますので、ここをドラムバスとでも入れておきましょう。こんな感じですね。そしてここで OK を押します。そうしましたら、ここにドラムバスが出来上がって、そしてルーティングの先が全てドラムバスという風になっていますね。いちいち1個ずつこうやって変えたりする必要がありません。こういう風に便利にできます。そしてキックは1個しかないですけれども、それ以外は2個3個という風にチャンネルがありますので、これを同じようにこれとこれとを選択して B のキーを押しますと、先ほどと同じようになります。ここで分かりやすくするために S だけとかいう風にしておくのもいいでしょう。そうしましたらここにできまして、次はこうやってハットということで H という名前を付けたいと思いますので B を押します。そうすると H。そしてこれはタムですから、このようにしてB を押します。タムの T。そしてこれがシンバルですから、シムとでも入力しておきましょう。そうしましたら、このようにバスのチャンネルが並ぶわけです。そしてそれらのルーティング先は全てドラムバスにこのようにちゃんとなっています。とっても便利にバスを作れますので、マクロというのも皆さん少しは難しいですが、僕は音楽を仕事にするまでにはプログラマーという仕事をしておりましたので、これが分かりやすいというのですけれども、皆さんは少し敷居は高いと思います。ですけど、頑張ってマクロを作ってくれたら、効率がとっても便利になりますので、是非ともこの動画をゆっくり見直して、例えば YouTube は再生のスピードを 0.75 とか、そんな形にもできますので、スマホの場合は画面上かも分かりませんが、設定というボタンがありまして、再生の速度をこのようにして標準から 0.75 などに変更できます。ですから、そのようにしていただいて、ゆっくりめに再生していただくと、こういう難しい解説の時は、超便利に視聴していただくことができますので、一度試してみてください。今日は選択したチャンネルのバスを作って、そしてそのバスの名前をリネームする。プログラムとしてはそうなんですが、今回のポイントは右左っていうマクロオーガナイザーのここですね。ナビゲーション右、ナビゲーション左。これがプログラムを少しの間待たせるための秘策ですので、これをしっかり覚えていただいたらと思います。頑張って挑戦してみてください。村長スタジオでした。